皆さんこんにちは、ラバラックです。今回はコンポジットについてご紹介していきましょう。ついにこれがやってきましたね。一つに4つのボタンがついている謎のブロックですが、これを使う使い方、皆さんわからない方も多かったんじゃないでしょうか。そして紫色のあの線は何なんだと、クラフトの画面で思っていた方も多いと思います。今回はこちらについてご説明したいと思います。まずコンポジット信号について説明しましょう。コンポジット信号はストームワークスで使用されている複数の信号を一つにまとめることができる信号です。これは無線通信や鉄道の車両間通信に使われる便利なものです。次に今回のオンオフボタンの仕組みを解説します。今回使用する計器パネルは一つのブロックに4つのボタンがついた特殊ブロックです。それぞれボタンを独立的に使用できますが、ここで問題が生じます。ストームワークスでは基本的に1ブロックで1つの信号の送受信ができ、逆に言えば1ブロックで4つのオンオフ信号を送受信することはできません。そこでこの4つの信号をコンポジット信号として統合し送信します。ちなみに各ボタンから送信されるオンオフ信号は番号をつけることができ、これによって各信号を区別することができます。この信号を各ライトに送信し、ライトのオンオフを制御するわけですが、ライトには先ほどボタンで振ったオンオフ信号の番号を区別する機能がありません。そこでボタンとライトの間にマイクロコントローラーを挟み、そこで番号を振った信号をそれぞれオンオフ信号として取り出し、各ライトに送信します。それでは実際にやってみましょう。はい、ではクラフトをやっていきましょう。目の前にあるのは先ほどお見せした装置と一緒。ライトが4つに、後ろにバッテリーがついています。ただ先ほどと違うのは、ここにボタンがついていない。そしてマイコンがまだ設置されていない状態ということです。なのでこの状態から皆さんと一緒にクラフトしていきたいと思います。はい、では次に部品をご紹介していきたいと思います。インベントリの中からですね、今回は非常に簡単です。はい、どこにあるかというとですね、ディスプレイズの中からこちらケーキパネル選んでください。はい、これですね、コンポジットと書いてあります。はい、はい、でケーキパネルを設置していきます。非常に簡単ですね、置けばいいだけです。はい、できました。で少し疑問に思うこと、さっきと見た目が違いますね。はい、これは設定によって見た目のみならず機能も変えられるようになっています。ちょっと押してみましょう。選択選んで、はい、やってみます。するとこんな感じで出てくると思います。ケーキ1234と書いてあります。ここ1234と、ここを表しています。左上から1ですね。で1234で見てみましょうか。ちょっと開けてみると、表示名ダイヤルと書いてありますね。これ何かというとですね、ここ一覧で様々な機能の、ボタンであったりインジケーターを選択することができます。例えば最初はダイヤルなんですが、インジケーターとかにするとこんな感じで、四角というかね、ひし形の形のランプになります。で今回使用するのはですね、はい、ボタンですね。なのでボタンを押してください。はい、これを4つ繰り返せばいいわけですね。ケーキ2もボタン、ケーキ3もボタン、ケーキ4もボタンです。で次回以降に他の機能もご説明していきたいと思います。はい、ではボタンになりました。で次気をつけていただきたいのが、このボタンの説明下の方に行きます。はい、プッシュとトグル選ぶことができるので、今回はトグルを選びます。はい、次ですね、チャンネルアウト、オンオフと書いてありますね。これ何かというとですね、ここのボタンから出る信号に番号をつけることができます。で番号をつけることによって、後ほどマイコンの中でその番号の、信号を取り出してライトに送るということができるようになるわけです。なのでまずここ左一番上は1にしておきます。で次右上に関しては次2にしますね。はい、でトグル、同じことをやりましょう。トグルにして、次は3番、ここですね、左下ですね。で4番もトグルで4とします。
これによって設定ができました。でボタンを押すと1番、この左上を押すと1番の信号でオンオフが送信されるという形になります。はい、では次にケーキパネルから出たコンポジット信号をマイコンによってオンオフ信号として取り出す作業を行いたいと思います。はい、では上のツールバーからマイクロコントローラーエディターを押しましょう。はい、前回と同じような画面出てきましたね。はい、でプロパティで名前をつけていきましょう。今回は4オンオフボタンとでもしましょうか。はい、で次ですね、ここノードの数、いくつ出すかというとですね、今回はコンポジット信号を入力してくるものが1つ、そしてオンオフ信号の出力が4つですよね。4つのライトにつなぐので、なので、まあ5幅5つこのマス目が必要になるんですが、偶数の数にしか対応していないので今回は6つ、はい、こんな感じにします。もちろん縦にこう長くしても構いませんが、これは皆さんのお好みです。はい、では次ですね、はい、ロジックです。ノードを出していきましょう。まず必要になるのは今回コンポジットの入力ですね。こちら必要になります。あとの4つはみんな同じですね。オンオフの出力を4つです。で名前分かりやすいように1から4まで番号を振っておきましょう。先ほどのケーキパネルから出した、信号と同じということをこう表すためですね。はい、で3番で出力で4番も出力で4番とするわけです。はい、でここ今警告が出てるのでそれぞれ並べましょう。で分かりやすいように順番に並べた方がいいですね。まあこれは皆さんのお好みですが、2番でしょう。でこれが1番2番3 3番4番と並べておきましょう。こんな感じですね。はい、では次記号です。記号は皆さんの分かりやすいようにしていただければいいので、お好みといった感じでしょうか。まあ分かりやすいようにこういうふうに、ボタンの形にしてもいいかもしれません。はい、ちょっと雑ですがちゃっちゃとやっちゃいましょうか。はい、できました。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。では次ロジックいきます。はい、ロジックの画面に来ました。はい、4つ出てきますね。はい、こんな感じで出てくると思うので、それぞれこう並べておいてあげてください。で分かりやすいように番号順にきちんと並べた方がいいと思います。はい、番号ここちょっと見づらいですが、きちんとここ1ってついてますよね。1って、なので1から順番に上から並べてあげると皆さん分かりやすいと思います。はい、こんな感じにしてください。そして、コンポジットの入力と、あと、オンオフの出力が4つあると、このような状態です。では次に回路組んでいきましょう。ロジックゲートの中から必要になるのはたった一つ、コンポジットリードオンオフです。これを使うことによってですね、コンポジット信号から、先ほど設定した番号ですね、番号を指定した上で、オンオフ信号を取り出すことができるようになります。ここですね、ここからここに置いてください。はい、では置いていきましょう。このコンポジットリードは1つの信号に対して1つ必要になるので、4つの信号、コンポジット信号を分けるわけですから4つ配置します。1、2、3、4。はい、こんな感じですね。はい、できました。で、この後は簡単、それぞれ同じ色、つまりコンポジットはこうやって結んでいくと。はい、で出力する側もこっち結んでいくという感じですね。はい、できました。はい、では次に設定していきたいと思います。コンポジットリードを押してください。するとここナンバーが選べるようになっています。これは先ほど設定したオンオフ信号の数値、何を取り出すかを、決める設定になっています。なので一番上のやつは1でしたよね。1なので1の信号を取り出せるように設定しておきましょう。はい、次は2ですね。はい、2で3、はい、4と
しておいてください。こうすることによってこのコンポジット信号の中の1番のオンオフ信号、2番のオンオフ信号、3番4番とそれぞれ別個に取り出して、その取り出したものをオンオフ信号として送信することになるわけです。はい、これでマイクロコントローラーはもう完成です。はい、セーブしておきましょうか。皆さん好きな名前にしておきたいですが、4オンオフボタンにしておきましょう。はい、これでできました。では閉じてください。はい、で戻ってきましたらインベントリの中から、はい、これを探してください。4オンオフボタンありますね。はい、これを私の場合は後ろ側につけておきましょうか。こんな感じで隠しておきます。では次、配線に行きましょう。はい、いつも通りなんですが、今回はですね、データではなく、このコンポジット信号を使うので、非常にシンプルですね。はい、ここのケーキパネルありますよね。ここから、ケーキパネルから、この先ほど作ったマイクロコントローラーに向けて送信します。すると、ここのオンオフ信号4つありますよね。それを一括で送信してくれるようになります。はい、できました。では次データに戻りましょう。いつも通りですね、データに戻っていきます。はい、そしたら先ほどきちんとノードごとに番号をつけてあるので分かりやすいですね。1番を左上、こっちから見ると左上ですね。で2番を、はい、右上で、3番を左下、4番を右下と設置します。こうすることによって、なぜかここのボタンとこっちのライトの間にはつながりがないように見えますが、きちんとコンポジットを見ればつながっているということがわかるので、これで一応設定は完了、配線は完了という感じです。はい、では電力つないじゃってください。で、あと色塗っておくと分かりやすいかもしれないですね。はい、ペイントからこの加算を押してそれぞれライトと同じ色を塗っていくと分かりやすいと思います。はい、黄色で、あと最後は緑かな。はい、こんな感じで塗ってあげるといいでしょう。そして、分かりやすいように、まあ同じようにこうやって色塗っておきましょうか。これで一応完成となります。はい、それでは完成しました。はい、一番最初と全く同じ見た目ですね。では押してみましょう。はい、つきました。2番、はい、つきました。3番、はい、つきました。はい、4番、つきました。ということで、1つのブロックで4つのボタンをつけることができるようになりました。これでかなり、スペースの削減になると思いますし、様々な機能を盛り込むことができるようになりました。はい、ということで今回はラバーダックがケーキパネルを使ってマイクロコントローラーを使って、コンポジットのオンオフ信号についてご紹介しました。次回以降、数値であったり映像であったりもご紹介していきたいと思います。また皆さんお会いしましょう。バイバイ。